国鉄キハ07型機動車は、日本国有鉄道が1951年に再生改造した一般系機動車である。休憩式名はキハ42500型で、1957年の称号改正でキハ07型に改称された。キハ42500系の前身であるキハ42000型は、昭和時代初期に、 鉄道省が開発した、キハ4万1000系ガソリン動車を基本とし、大都市近郊路線に投入するために、車体寸法を拡大して、機関出力を強化したものである。キハ4万2000型には、1935年から62両が量産されたガソリン機関搭載の基本形式である、キハ4万2000系、及び、1937年に3両が試作された、 ディーゼル機関搭載の派生形式である、キハ42500系の2形式が存在した。キハ42500系キハ07型はこれらのうち、戦後まで残存していた車両について、機関をディーゼル機関に換装して再生改造されたグループと、これらの設計に準じて戦後追加製造されたグループで構成される。キハ42000型は、 1935年から1937年にかけて62両が製造された。このほか、ディーゼル機関を搭載した試作車機ハ42,500型が1937年に3両製造されている。製造は民間の川崎車両、日本車両製造、新潟鉄工所のほか、鉄道省の大宮工場でも行われた。製造所及び製造年、両数。 番号は以下の通りである。1934年度製造の最初の4両は各種試験に投じられた後、2両は西成線用に宮原機関区に別の2両が中央本線名古屋口ローカル用に名古屋機関区にそれぞれ配属された。以後は日本各地で多くの場合、1933年以降すでに先行して4万1000型が導入されていた路線に、 これを置き換え、あるいは併用する形で投入され、年出した4万1000型で新たな機動車、運行路線を開拓する措置が進められた。戦後にもディーゼル機関を搭載し、ドアのプレスドア化など、細部の仕様を変更した同型車が製造されている。こちらは、1952年に20両が製造された。製造所及び製造年、両数、番号は次の通りである。 キハ42000系機動車は、全長19メートル、時長約27トン、定員125名、燃料積載量400リットルと、量産系機動車としては当時日本最大級の機動車で、機関も日本製機動車用を床下吊り下げ、形ガソリン機関としては、最大の GMH17 型を搭載していた。基本設計は先行する。 キハ4万1000型に多くを追っているが、そのキハ4万1000系自体が、高和化鉄道 C4 型などの日本車両製造制、私鉄向け大型機動車の開発成果をもとにしており、片項を多用した軽量車体構造や皮脂枠構造を採用した台車などに、その影響は顕著であった。車体車体は、ウィンドウシルから上を廃棄色、下をアイアオ色に塗装され、 客用扉は3箇所に設置された。また、車体前頭部は空気抵抗の低減のため、当時の流行を加味した流線型となっていたが、工程短縮のため半円柱の二次局面とされ、窓ガラスには通常の板ガラスを使用したため、6枚窓構成となっている。窓配置は d 百三十一 d 百二十一 d という不規則なものであるが、これは、 トブクロ部分の制約や構え体の強度確保等に起因しており、車内に等間隔で並べられたクロスシートは窓とは不一致であった。主要機器本形式は機ハ4万1000系同様に動力伝達方式が機械式と呼ばれる自動車のマニュアルトランスミッションと同様の手動変速方式で総括制御ができない構造であったため、 大都市近郊の路線で一両で頻繁運行するのが原則であった。ラッシュ時などに連結運転を行う必要がある場合は各車両に運転士が乗車し、先頭車の運転士がブザーにより後方の車両へ合図を送り、後方の車両の運転士はその合図に従って運転操作を行う協調運転を行っていた。この協調運転は 大阪市の西成線などの路線で実施され、戦後も千葉県など一部で行われた。機関は気波四万1000系統債の鉄道省と日本国内のエンジンメーカー各社が共同で開発した GM 界13型六気筒エンジンをベースに気筒数を増やして直列八気筒とした GMH17 ガソリン機関で連続低格出力百五十 p s 千五百 r p m 最大出力 200PS、2000は RPM であった。垂直シリンダーエンジンの床下搭載という制約から来るストロークの限界と GM 回13がボア拡大できる余地が十分なものではなかったことから GM 回13のボアストローク拡大ではなく 130mm160mm のボアストローク比はそのままに気筒数を追加する。 比較的技術のハードルが低い手段を取ったものである。ヘッド部分は GM 回13が3気筒ずつ分割の2ブロック構成であったのに対し GMH17 では4気筒ずつ分割の2ブロック構成とした。点火時期調整については GM 回13では遠心力制御による機械式ガバナを用いたのに対し GMH17 は出力増大を考慮して 吸気不発制御も併用した機械、真空式ガバナに進歩した。キャブレターは、排気量増大に見合った、大容量キャブレターが作れず、日本機械製の GM 界13用ストロンバーグ型、アップドラフトキャブレター、時は UT-5 の同系品を2機装備した、ツインキャブレター方式で対処している。なお、 国産機関の採用は、ウォーケ車 6RB などの輸入機関を使用する例が多かった、高和化をはじめとした私鉄向け大型機動車群や、外地向け機動車群とは一線を画していた。円水式クラッチ板4段の変速機は、機ハ4万1000型と同一であったが、台車に走下される逆転機については、歯車比を3.489から2.976に変更して、 高速運転に対応した D208 を別途設計している。台車は基波4万1000系の軸羽根式の皮脂枠台車 TR26 をベースに約7トンの重量増加に対応して下ム柄枕を設けて枕羽根構成を変更、車軸を10トン単軸としホイールベースを 1800mm から 2000mm に拡大した TR29 を採用した。 TR26.29 系台車はその軸距の短さとバネ構成から高速運転時にピッチング現象が発生しやすいという問題があったが当時の国鉄車両用台車としては珍しく走行抵抗軽減を目的としてスウェーデンの SKF 社製品をもとに日本製鋼などで国産化した複列 テーパーローラーベアリングを軸受けに採用し、軽量化に特に留意した構造とともに、日本車両の私鉄向け機動車の設計をもとにした、先進的なコンセプトのもで設計された台車であった。キハ四万1型と比して、より高性能な、幹線での運用をも可能とする走行性能が与えられていたが、ブレーキシステムは軽量化のためにキハ四万1型と同じ直通。 自動療養型の GPS ブレーキがそのまま継承され、前述の機械式変速機と合わせて、長大編成での運用は考慮されていなかった。本形式での流線型採用の背景の一つとして、流線型ブームと共に、ドイツ帝国鉄道がフリーゲンダーハンブルガーとして知られる一連の電気式機動車による高速インター式サービスを展開して、大成功を収めていたのに、 当時の鉄道省が刺激され、機動車の高速運転を検討していたことが挙げられる。そのため、本形式は、その春行直後の1935年6月18日から20日に、かけて、名古屋大阪間で、7月15日16日に、超特急、円に続行する形で、東京静岡間で、それぞれ高速試運転を実施し、 東京・静岡間では、キハ42000キハ42003の二両による、試運転列車が、表低速度時速8 6トル、最高速度時速1 0 8キロメートルを記録、一度は、小田原で先行する、円に追いついてしまうなど、機動車による高速列車運行の可能性を示唆した。その一方で、機械式、ガソリンカーの協調運転には、問題が多いこともこの時点で、 すでに指摘されており、結局本形式による正式な高速運転の実施は断念された。このため以後、総括制御の可能な、キハ4万3000系電気式、ディーゼルカーや液体式変速機などの技術開発が進められたが、これらも挙局の悪化による燃料統制で中止となり、開発途上にあった液体式変速機や、ほぼ完成段階にあった。 試作標準型ディーゼル機関はそのまま戦後まで各地の工場で放置された。1936年に GMH17 をベースに日本国内の鉄道車両用機関の有力メーカー3社の手によってディーゼル化したエンジンが試作され、これらを搭載し比較試験を行うために機波42000型と機関系統の機器以外は同一の車両が3両。 機型という別形式で製造されたこの時試作されたのは、新潟鉄工所 LH8、池外鉄工所 8HSD13、三菱重工業8150の3社3種で、いずれも GMH17 を基本とする縦型8、機等150馬力 QD ゼル機関であった。 全2社が下流式の副燃焼室を持つ排気量 16,990cc の下流室式。三菱が直接燃焼室に燃料を噴射する排気量 19467cc の直噴式と各社が自社の得意とする技術を活かした仕様での独自設計で各部に様々な差異があり、特に全2社製と三菱製では後継、 ストロークともに異なるシリンダヘッド周辺をはじめ、相互間の部品の互換性はなかった。これら3種による試験の結果、比較的悪質な燃料での使用に耐え、シリンダ内圧が低いため工作技術面でのハードルも低く、また、海外特許や輸入部品への依存度が低いため国内生産が容易なか流出式の採用が決定され、 鉄道省と試験に参加した3社と川崎社用、神戸製鋼所の共同設計で、標準型8気筒150馬力級ディーゼル機関の設計と試作が行われたが、実質的には、新潟鉄工所 LH8X の直径というべき設計となった。なお、戦時体制への移行で機関の開発が中断され、実車試験は実施されなかったが、 この期間が戦後の DMH17 系ディーゼルエンジンの原型機となった。事故現場で横転、全焼した本形式1940年1月に西成線の安治川口駅で発生した列車脱線火災事故で本形式は犠牲者189名を出す大事故の被災者となった。事故原因は駅員が列車通過中に分岐器を転換したという誤操作であり、 車両自体に直接の欠陥があったわけではないが、気化、引火しやすいガソリンを鉄道車両に使用することの危険性が指摘され、発火しにくくより安全な軽量燃料とする GMA117 を代替するディーゼルエンジンの開発が急がれた。この事故により被災者一両が廃車となっている。戦争の激化に伴い燃料統制が進んだ結果、 ガソリン動車の使用は縮小され、他の機動車同様に使用不可能となり、大半が各地の車庫や側線に放置された。なお、客車代用としての使用例があまり見られなかったが、これは軽量化を目的とした簡易連結機の強度が低く、客車列車に組み入れる場合には、必ず最後尾に連結しなければならないなど、客車との混用が難しかったためである。また、重量が、 陸軍の要請により、1938年5月31日付で、特別廃車の上供出され、大宮工場と高取工場で、標準機に改造の上、中国の渦中鉄道に送られた。全車とも戦後の消息は不明である。1947年までに4両が、戦災などで廃車になり、このうち、所在が、 明らかにならなかった42,020と42,025は行方不明者として処理された。また、燃料不足などにより、20両が旧車、客車代用として2両、倉庫代用として1両が使われ、キハ42,500型も全車倉庫代用となっており、1949年までにさらに8両が廃車となった。なお、 戦後廃車になった車両のうち6両が私鉄で再起し、42000は、車体を利用して救援車、ナヤ6566に改造され、42035は、国鉄に復積して42506と、改版されている。戦後まで残存していた、キハ42000系及びキハ42500系の一部は、 戦後の輸送量の急増と燃料統制によるガソリン配給量半減への対応のため、1950年に天然ガス動車に改造された。これらが使用された千葉地区では、木原線で戦時中からの4万線系ガスカー運行事例や九十九里鉄道でのガスカー採用事例などもあって、1949年以降、房総東線の乗客による 主要線区でのガスカー運行運動が盛んになっており、ガソリン供給事情の逼迫も伴って、ガスカー導入拡大を真剣に検討せざるを得ない事態となっていた。まず1950年4月に新小岩工場で改造された給料が、天然ガスを産出する千葉県内のくる里線、房総東線、房総再線、木原線、東金線で使用開始され、同様に、 天然ガスを産出した新潟近郊の越後線、八彦線、新越本線、万越再線にも投入されることになり、長野工場で11両が改造された。同年10月には千葉地区用に2両が増備され、計22両が天然ガス動車となった。GMF17 エンジンにはガソリン用機械機に代わってガスエンジン仕様とするためのガス調整器が装備された。 床下には40リットルガスボンベ24個が設置され、その搭載スペースを燃出するため、ラジエータが運転台下の台車前方、車端部側に移設されていることで、外見からもガスカーと判別できた。列車混雑に悩まされていた沿線利用者からは、ガスカーによる フリークエントサービスは歓迎されたが、燃料の天然ガス価格が極端に高価であること1円65銭、ガソリン動車6円91銭であるのに比し、天然ガス動車は11円70銭であった、ガス充填作業に時間や手間がかかること、出力の小ささや期間の老朽化、爆発の危険性など、天然ガス動車運行に伴う障害は多く、運行する死者や現場は、 国領せざるを得なかった。それでも、しばらく天然ガス動車の運行が継続されたのは、天然ガス自体は地元で産出するため、安定供給が可能であり、沿線からの機動車運行ニーズも非常に高かったことによる。燃料統制が1952年に解除され、安価な経由の入手が容易になったことなどから、同年中には期間をディーゼル機関に乗せ替え、 キハ42500型に再改造されて、天然ガス動車は消滅した。しかし、元天然ガス動車の42500型には、ディーゼル化後もラジエータ位チが、運転代価のまま損置されたものもあり、出自を判別できた。改造前後の新旧番号を対象は、次の通りである。天然ガス動車への改造と、同時期の1950年、キハ41000型に対して、 陸軍統制型機関にルーツを持つバストラック用ディーゼルエンジンである日野ディーゼル製の DA55 に乗せ替える改造が実施され使い勝手が良く故障が少なかった。しかしこの機関は車体が大きく自重も重い機ハ42000型には不適当で駆動用機関としてそのまま使用することはできなかった。そこで DA55 を発電機関として搭載し、 電車用電動機を GMH17 や変速機が創価されていたスペースに創価ユニバーサルジョイントによる機動車の駆動システムで台車に動力伝達する原始的な直角カルダン駆動方式を用いた電気式機動車への改造が計画され、機波42400型として7両が改造されることが予定されたが、改造費や出力の小ささが問題となり、 結局実現には至らなかった。キハ42,500系。山陰本線馬堀駅付近、1954年頃、戦時中にほぼ完成しながら放置され、戦後試作機が発見されて、再度開発が進められていた GMA17 後継の標準型ディーゼル機関が DMA17 として正式化され、量産品が1951年に完成した。 その評価試験結果が良好であったため、この機関を用いた、キハ42000系、キハ42200系及びキハ42500系のディーゼル動車化を同年2月から開始した。この新型機関を搭載する車両は新たにキハ42500型とされ、43両が大宮工場、新小岩工場、長野工場、名古屋工場、多土津工場で、機関完走。 解版された。番号は廃車及び教室車の欠番を整理する、目的で42,500から42,542に解版されたが、順序は不規則で、旧番号順ではない。改造前後の番号は、下記の通り。1952年までに新たに20両が、DMH17 搭載で、追加生産された。形式は、同じ規範42,500系だが、 車番は区分の意味で42,600から42,619となった。車体が溶接組み立てでリベットなしとなり、全消灯は埋め込み式、客扉は当初から後半プレスドアで、車内の座席配置の一部変更、全車輪の当初からのプレート車輪化などの変更がされた。キハ42,000系グループ戦前型の装備する TR29 系台車の車輪は、 駆動輪も含め、戦前はごく一般的であったスポーク式車輪であった。ガソリン動車時代は、GMH17 エンジンのトルクが低かったこともあって、さほど問題にはならなかったが、それでも駆動輪のスポークセッンは時折、発生していた。戦後、ガソリンエンジンよりもトルクの強いディーゼルエンジンへの換装が始まった1951年頃から、 42,500型では駆動輪のスポークが接損、または、ひびの入る事故が続発するようになった。1955年9月14日には、相模線で起ハ4 1 3 0 0系4 1 3 1 4がスポーク接損に伴って、脱線転覆に至る重大事故も起きている。1955年度は、同年9月末までの数値。スポーク車輪の破損を防止する。 最も単純な対策は、スポーク車輪自体を排して、より強度に勝る円盤状のプレート車輪に変更することであり、戦後製造の42,600番台グループは、駆動輪が最初から、プレート車輪仕様とされ、戦前形も駆動輪交換が順次進められた。しかし、破損は車輪のみならず、車軸にも及んだ。車輪や、車軸の補強改良が進んだが、それでも、 問題の根治には至らなかった。国鉄の中、大型機械式ディーゼル動車で続発したこれらの不在疲労による破損問題に対し、1954年末から鉄道技術研究所が対策目的の測定を行った。当初はディーゼル機関の不釣り合い振動やねじり振動に起因するトルク変動が原因と思われたが、精密な測定で導き出された事実は異なっていた。 列車の発進時に、車輪とレールとの間で滑りと粘着が繰り返される際、車軸の事例的なねじり振動が発生し、その応力が極度に課題であったゆえに、車軸やスポークの破壊を招いていたのである。対策であるが、ねじり振動に耐えられるほどに車軸を太くすると、およそ実用的でない太さになってしまうことが分かった。そこで問題の根治策として、 エンジンクラッチの制御系改良が図られた。この改良は次のようなものであった。以上の対策で、車軸事例によるねじり振動発生はようやく抑制に至った。なお、1952年製造の基ハ42500系同系車で同様なトラブルに悩まされた、夕張鉄道キハ200系の場合は、駆動系部品の相次ぐ強化の末、1957年に、 エンジンと変速機の間に流体継ぎ手を装備するトルカ変動緩和策で問題を解決している。1957年に実施された機動車の称号改正により機ハレな長型に改正された。戦前性は0番台、戦後性は100番台に区分の上で改版された。さらに1960年から1963年に かけて100番台のうち15両の変速機が、機械式から液体式の TC-2 に交換されて、総括制御可能となり、200番台へ改版された。戦前型、戦後型を合わせても1950年代の実動量数は60両余りに過ぎなかったが、運用区域は後半で、各地で普通列車として運用された。1950年代中期までは、 川越線や山陰本線京都口など主要都市近郊での編成運転も見られたが、重軽機動車に始まる後続の液体式機動車に追われて地方路線に散った。昭和30年代前半以降、一部は北海道に転用され、長距離運用に備えてトイレが設置された車両も存在、また時にスノープラウを装備して、 新明線や名寄本線のような国間地の路線でも運用された。一気エンジン一時駆動で決して強力とは言えない車両ながら、原型機械式車、液体式改造車のいずれも急勾配路線での運用記録があり、明治線、宮原線、木曽線といった33パーミルの連続勾配を要する路線でも用いられていた。1960年代に入ると、 車齢の高い戦前生車から廃車、私鉄払い下げが本格化。1964年以降は戦後生グループも政治対象となった。例バンダイは宮原専用の41-43が1969年まで使用され、国鉄で最後まで使用された機械式機動車となった。200番台もキス機線で使われていた213から215。 1970年まで在籍した。晩年は朱色とクリーム色に塗り替えられたが、国鉄での旅客営業用で根本的な形態変更を生じた事例はほとんどない。終戦直後の1949年9月に廃車になったトップナンバーのキハ42000の廃車体を1951年3月に 鹿児島車両所で救援客車なや6566として車席復活させたものである。中央扉は埋め込まれてステップは除去され、その位置にトイレが設置され、砲弾型のケーシングに収められた微が特徴的であったが、その他は原型をよく保っていた。1953年の車両形式称号規定改正により、 苗に1 7 0 3に改版された後、1963年に廃車。四国地区の客車列車の起動車化によって不足した郵便荷物車の増備のため、1960年に多度津工場で4両が改造された。車体の前くらいを荷物室、後くらいを郵便室とし、荷重は荷物室5トン、郵便室4トンで、 積載可能な有待数は278個であった。季節の引き戸は中央部のものを除いて埋め込まれ、荷物室には幅1.8メートルの両開き式、郵便室には幅1メートルの片開き式の引き戸が新設された。前後の客用扉の後には乗務員用の開き戸が新設されている。当初は液体式に改造される計画であったようだが、機械式のままとされ、 炭鉱運転の場合は自走したが、液体式の起動車と並結する場合は、協調運転を行わずに牽引され、その際の発電用に受大車に、車軸発電機を装備した。形式図では前後扉のステップ跡が残され、トイレも設置されているが、前車は撤去されており、後車は設置されなかった。高松運転所に配置され、1966年まで使用された。 世界的に普及の兆しを見せていたガスタービン同社を日本においても研究するため、日本鉄道車両工業協会が中心となって、ガスタービン車両技術委員会が発足し、国鉄の車両設計事務所、鉄道技術研究所、メーカー15社が参加し、運輸省から研究補助金を受けて実車試験を行うことになった。この目的で大垣機関区で廃車になった。 07-204を種車として、ガスタービンエンジンを搭載する改造が行われた。ガスタービンエンジンは、石川島リマ重工業が、ゼネラルエレクトリックとの技術提携で製作した、ヘリコプター用、i ブ1 0 0から 2K ターボシャフトエンジンで、これを床下に搭載し、トルクコンバータなしの一段減速機械式、動力伝達装置を介して、 片方の台車の二軸を駆動する構造となっている。設計最高速度は時速 150km。この改造の際に動力台車置き波181系機動車と同型の DT36 バイトに交換された。鉄道技術研究所での連続時速 153km 性能試験を含む台上試験を1968年度に行い、 最大推進軸伝達馬力は時速 152km で 1062ps。最大動輪周引っ張り力は時速 85km で 2050kg を記録した。これを受けて本線上でも試験走行を行うこととなり、1969年11月に汽車製造東京製作所で再改造の植木波令7901として車席復帰した。その際、 付随台車の TR205 バイトへの交換と FRP 製の流線形全面の取り付けが行われた。1970年2月より万越当線郡山船引き間 23.1km で試験が行われた。この試験では7の地軌道後60秒で時速 55km に達する加速性能を記録し、最大道臨周引っ張り力は 2500kg。 懸念されていた騒音はディーゼル動車と同等とされたが、立行速度が想定より低かったこともあり、燃料消費率は既存の急行用ディーゼル動車の1.8倍に達した。さらに、同年7月には、川崎重工業製の KTF1430 を床上に搭載して同じく万越当線で走行試験が行われた。こちらでは7の地軌道後60秒で、 時速 57.5km に達する加速性能で、最大動輪周引っ張り力は 3100kg。騒音は、機関の床上搭載の効果によりディーゼル動車より低減し、減速比を大きくして、燃費の良い回転数を中心に使用したことから、燃料消費率は、現行ディーゼル動車の1.4倍に改善した。これらの試験結果をもとに指摘波391系。 機動車が製作されることとなり、1971年に、再び役目を終えて除籍された。電化工事用職用車のうちの縦柱車として、木原 A7201 をベースに1969年に、氷山工場で改造された。大枠以上の車体は取り払われ、大枠強化のため従来の大枠の上に、別の大枠を組んで厚みを増し、その上に縦柱用のジブクレーン。 コンクリートミキサー及びディーゼル発電機、一旦に運転台を設けている。種車の機関は残されて自走可能であったが、台車は重量の増した車体を支えるため、機ハ重計用の DT19、TR49 に交換されている。使用の結果、機動車では乗務員の手配、研修等に問題があり、1970年3月に電気回路の改造を実施して、 最高運転速度を時速 45km に抑え、同時に貨車に車種変更して矢395に改版した。同用途の矢3 6 0系、矢3 7 0系、矢3 8 0系、矢390型とともに、暴走再線の電化工事に使用され、その後旧大網駅構内で、長期旧車の後、1984年に廃車となった。 電気検測車として、起電停止時でも検測できる、要機動車である、キハ0 7205ベースに1970年に、郡山工場で改造したもので、河川の測定機能の他に、信号、通信関係の検測機能も備え、交流電化区間の検測も可能である。車体は、基本的に主車の構造を活かしているが、全員寄りの屋根状に、 検測用のパンタグラフを3機搭載するため、その部分の屋根は低屋根化されており、5位寄りには河川観測用のドームが設けられている。床下には走行用の他に測定機器の電源用エンジンを装備している。台車は改造当初は種車のままであったが、後に DT-19、TR-49 に交換された。後継のキア191系主権車が登場したため、 1976年に青森運転所で廃車になり、東京都国分寺市の中央鉄道学園で教材として使用されたが、1985年頃に同学園の閉鎖と共に解体された。鹿島鉄道機波 600K602 号、石岡機関区と乗務員扉の設置、全消灯のシールドビームに投下、機関の DMH17 への換装。 変速機の液体変速機への乾燥と総括制御化、車体補強等々、国鉄の機端重計と同等の機能となるよう改造を実施し、総括制御による機動車列車を運行していた。これらの車両は、古西線建設に伴う高和化鉄道の廃止後は、関東鉄道へ譲渡され、同社の機動車整備にも影響を及ぼした。鹿島三宮鉄道を鹿島鉄道へ払い下げられ、 最終的に、鹿島鉄道機派600型となった2両は、譲り受け後、変速機を液体式変速機に交換、全面形状を平らずまに改造、冷房装置を搭載するなど大幅な改造、改修を重ねた。結果、車体側面の形態と台車、床油引きの決まり愉快多頭に、往年の姿を残すのみとなっていたが、2007年3月31日の、 鹿島鉄道線廃止まで第一線の主力車として運用された。現役最後の42000系機動車、かつ第二次世界大戦前製造車では日本最後の現役営業機動車となった2両の車令は鹿島鉄道線廃止時点で約70年に達した。これは日本で一般旅客営業に運用された機動車の中でも史上最長の運用期間記録である。 急道は工業型紙鉄道キハ702鹿島、鉄道キハ602巡道傾斜、柳原ふれあい鉱山公園のキハ702。ありがとうございます。